はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ふうへいです。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、よげです。今回はモッドなしで、なんとマインクラフトで卓球をやっていきたいと思います。イエーイ、すげえ。すげー。今回紹介するのはコマンドで、なるほど、これモッドなしでできるんですよ。じゃあなるほど、まず出し方を教えます。じゃあまずスラッシュギブコマンドで自分の ID にコマンドブロックって打てば、はい、なんとこれが出てくるんですよ。コマンドブロック、そう、コマンドブロックで、これはこれに、これにこのコマンドの中にちょっとすっげー長いコマンド打つんですけど、それはまあ URL に貼っとくんで、それコピーしてコントロールと V ボタンを押すと、あ、ミスった、ごめん、ちょっと待ってこれ IP だった、 IP だったバカ野郎。で、このコマンドをコントロールキーと V で打ち込むと、で、ここにボタンをつきます。よいしょ、押すとなんかめっちゃいろいろ出てくるんですよ。やばい、これは大丈夫かないや、大丈夫でしょで、で、こうすることでなんかもうちゃんと機能するようになる。で、なるほど、なんかアイテムは取れないんだけど自分で取ってください、クリエイティブで。何をしてんのなんかね、これなんか、そう、なんか、あー、そういうことか、取るボタンがなくて消えるボタンしかないから、なるほど、そう、自分で用意する必要があります。やらかしたな。じゃあまずはこの木の棒と木の間圧板でスコップができるんですよ。テーブルテニスパドル、まあラケットです。俺にもくれ、あげる、やった。で、このレッドストーンリピーターとこの鉄の加圧板で、おー、これですごいだろ、テーブルテニステーブルテーブルテニステーブルができる。で、次にこの骨粉と木のボタンでこの玉ができるんだ。おお。で、ちょっとそれ投げてポイってどっかに。で、この3つを合わせると、なんと、あ、間違えたこのボールはいいらしい。で、このテーブルテニス卵みたいにできるから、これをクリックすることで、すげえ、これが出てきます。よっしゃ、勝負だ。なんの、そう、右クリックしながらこうやってマウス動かすと動かせます。じゃあこのピンポンボールを投げることでまず始まります。じゃあ6点マッチで、オッケー、ゴー。え、なんでの、ちょっと間違えた、なんかこれねうまく投げないとできないんだよね。なるほど。えい、あれ、ちょっと待って難しいな。はい、次投げるわ。オッケー、できた、きた、はいはいなんか長っやばいやばいイエーイなんだこれじゃあ交代交代のサーブでいこう。なんかね、手前にポンって投げるといい。あ、オッケー、ほい、オッケー。うわっ、くそ、難しい。あ、切れたよし、行くぞ。はい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 、危ね、はい、イエーイ、意味わかんねえ、まだまだだな今2-1だから。あっ、ザコがよ、ちょっと待って、これなんかイレギュラーするんだけど、それな、むずいなこれ。ゴー、あ、ミスった。2-2、はい、いい勝負ね。はい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 、卓球選手もこんな感じなのかな気持ちは。あ、めっちゃ端にやってくんだよ、だる。はいはい、ドロップかけるって。うん、いや、多分何もないよ。なんで、あっぷな、慣れちゃった慣れちゃった。あ、2-2から変わらないままイエーイ、マジか。ちょっと朝にしよう。よっしゃ、甘いくそあ、やばい、カクカクってなる。イエーイ、あれ、今4-2。はい、から大逆転がね始まるんですよ。 PVP 負けた時みたいに3-0 3-0。はいちょっと意味が分かんないけど、イエーイ、ゴーイー、まだ負けてね、マッチポイント、うぃ、
スマッシュ打つわ。打てんの？打つ。あいや打てない。うえまあ今回は俺の勝ちということで終わりましたね。はい、私4ギガの勝利で終わりました。違う違う。まあまあこれはみんな友達とやってみてください。あとコマンド長いんでちょっとちゃんとコピーして貼れるように。なんか自分のコマンドでなんか普通にこうやると入りきらないから、普通にコマンドブロック出してちゃんとやってください。はい。それでは、ご視聴ありがとうございました。次回見てください。じゃな。じゃな。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がお済みでない方は、この機会にぜひ登録していってください。登録すると、より動画が見やすくなります。スマホやタブレットで見ている方は、画面右下にあるチャンネル登録というボタンを押せば登録ができます。パソコンの方は、画面左下の登録ボタンを押せば登録ができます。それでは、また次回も見てください。